じゃあ行きますね。はい。あら、ちょっと待ってください。OK、じゃあ行きます。トニーの月が見える箱庭、皆様ハイタイ。時刻は夜25時を回りました。この番組は金曜日の夜更かしをコンセプトに番組をスタートしました。MC はトニーとミキサーのマナミンさん2人でお送りしております。この放送は収録放送となっています。 FM ギノワンで収録してます。収録の様子はツイキャス、YouTube アーカイブ、リアルタイムではお家のラジオや車のラジオ、スマートフォンアプリ、リスンラジオにてお楽しみいただけます。公式インスタの箱庭アンダーバー527にてメッセージをお待ちしております。なお、FM ギノワのメールアドレス、797@fmginowan.com にて懸命に箱庭と添えてメッセージやリクエストなどもお待ちしております。ご自身のお好きな場所でドリンクとフードを楽しみながら約25分間お付き合いください。はい、ということで、はい、始まりました。今回もなおさんをお招きしての放送となります。お願いします。よろしくお願いします。はい、なんか1回目どうでした？緊張しました？緊張しました。今も緊張してます。面白いですね、収録的には。そうそうそう。あ、でも1回目はなんかあれでしたね、ハプニングが多かったですね。まあいいや。あ、なんか高本さんが少しメッセージ来てるので呼びたいと思います。こんばんは。こんばんは。緊張していてもいざやってみると大したことないなということです。あ、さっきのアンズルより夢が如し。なるほど。あ、でもそうかもしれない。なるほど。ありがとうございます。勉強になりました。まずはやってみてってことです。そうですね。とりあえず行動を起こしてみたいな。はい。そう。でも多分、この3人、いざやってみてってなると、なんか緊張するんですよ。石橋叩いて渡るみたいな。あ、そう、タイプ。そう、あの、個性心理、ISD 個性心理学で言うと。そうそうそう。っていう感じで。じゃあ、その入りからいきますね。はい。そう、あの、ちょろっとね、なおさんの家族を分析、させてもらったときに、あの、なおさん以外、みんな、その、太陽のマークの、うん、そう、動物が入ってて、ぶっ飛んでて。じゃあ、ぶっ飛んでるって言うとちょっと言い方が失礼なんだけど、でも切り替えが早いんですよね。あ、そう、はいはい、切り替えが早いんですよ。だからちょっと、その、子供でね、この前話してて、うん、なんか落ち込んでて、その落ち込んでるときはそっとしててほしい個性だから、なんか、そっとしてるんだけど、なんか、元気になった瞬間に何だったのって言ったらもう、忘れてるみたいな。だから、お母さんからすると、え、何だったのあれみたいな。で、もやもやが残るっていう、そうそう。謎だらけです。そう。しかも、三人全員、あれですもんね。そう、太陽が入ってるから、全員切り替えが早いみたいな。そう。で、旦那さんも、まあ、旦那さんは個性は、あの、本質的に言うと、アースのグループなんですけど、うん、そう、アースのグループだから、自分と私っていう考え方をする人なんだけど、まあでもその意志のところに太陽の動物がいるから、その気持ちがちょっとわかるっていう。でも、なおさんからすると、もう、なんだろ、この太陽の、あれが一つも入ってないから、え、なんでこんなに切り替え早いのって、思ってるっていう感じ。そうそうそう。らしいですって言ってました。そう。あ、で、そう、その、あの、地球のね、旦那さんが、育休取ったっていう話をね、ぜひしていただこうと思って。そうなんです。うちの旦那、私が、去年の10月に出産して、でも、ちょっと忙しい時期だったので、年明けての1月から、6月までの半年間の育休を、うん、男性育休を取ったんですね。で、なんだろう、まあ、すっごい取ってほしかった時期になかったっていうのもあるんですけど、一番生まれたばっかりの時はすっごい大変だった記憶はあるんですけど、確かに。ただもう2ヶ月、3ヶ月に入る時ぐらいにやっと、あの、
お休みになって取れて入ったんですけど、やっぱりこの男性が育児に参加するって、なんかうちの旦那って意外とやってくれる方だったんですけど、やっぱがっつり休みをもらってやったっていうのがすごい大きくて、なんだろう、普段のちっちゃいことがやっぱり仕事しながらの育児だと見えてなかったらしくて、こんなことまでしてるんだとか、こういう学校行事の把握すらも大きいとこしか見てないから、あ、そっか、こんなになんかある、こんなことをやってるんだみたいなのをやっぱ発見がすごい多かったらしくて、でその4月から長男が小学校1年生に上がったんですよ、そのタイミングで。それまで幼稚園生だったので、なるほど。それもこの幼稚園の時は週1の弁当があったんですけど、もう給食始まってますもんね。あ、そうそうなんです。で、4月から給食になったんですけど、で、この弁当を週1作るっていうのも初めて帰って、旦那がしてくれて、この休みの間に。そっかそっか、4月、1月からそうですね、3月の間は、弁当を作ってくれてってことですね。そうです、そうです。なるほど、なるほど。なんか、見えてなかったわけじゃないけど、見えてこなかったっていうのかな。ああ、意識してないから、そう。なるほど。そう。やっぱそれをしてもらえると負担が減るし、終わった後も分かると意識が、なんか、確かに。なんて言うんだろう。知らなかったことを知った状態でできないのと、何も知らずにやらないの。の違いがちょっとずつ出てきてて、なんだろう、そう、だから旦那さんが何もしないっていうのは本当に単純にわからないだけなんだなっていうのも、なんか見てて思うというか、やっぱ経験ができない日中は。なるほどね、確かに。そうですね、旦那さんお家帰ってきての、その、そうそう、もうお家が休まる場所って思ってるけど、もう奥さんからするとそうじゃないみたいな。もう常に子供が一緒にいるわけだから、そこは手伝ってほしいけど、旦那さんからするとどう手伝ってほしいか分かんないって、多分コミュニケーションのズレですよね。そう、そうです、そうです。で、話してもやっぱ伝わりづらい。感覚のところも結構あったりするから、確かに。もっと入ってきづらいのかなっていう。流れがやっぱりちょっとできちゃってて、そこに途中から入ってくるから、指示やっぱもらった方が入りやすいけど、もうなんか、私としては、もう、それ出すのもめんどくさいみたいな感じになったりする時もあるから、確かに。そういう意味では一緒にやるっていう時間があったのが大きかったかな。確かになんか、そうですね。旦那さんは指示したらちゃんと動く個性。動きますし。そう、動く個性だからこそっていうのもあるかもしれない。確かに。すごい。しかも、あれなんですけど、なんだっけ、ドーナツとかね、なんか作るようになってますよね。そうなんです。そう、スコーンから始まって、ドーナツ作ったり、そう、パンダケーキ作ったり、そうそう、お菓子作りがちょっと趣味みたいな感じ。前まではやってなかった。あ、キッチンにも立たなかったです。それもアクセスバーズのおかげって言ってましたよね。これはアクセスバーズやって、まあ、さっき、あの、前の出演会、先週の収録の時の話したんですけど、思考整理するって言ってたんですけど、もう一つの効果として、ブロックを外すっていうのがあって、私はできないって思い込んでることを外してあげられることも、外せることもできるので、旦那の場合は、なんか、自分はもう会社員で、なんか、それしかできない。と思ってたけど、それが外れて、もしかしたら、お菓子も作れるし、なんかやってみたらできたとかっていうので、足つぼもその流れで、なんかもうマッサージをする側になるって思ったことがなかったらしくて、確かに。でもやってできるかもしれないって思ったから取ったって話もしてて、そういう勝手に思い込んでる、できないっていうのも外せたりします。そう、すごいなぁと思って。はい。多分そこ、私のその初対面の感覚か、多分それだと思う。ドーナツをくれた人みたいな。ドーナツ、そう、ドーナツをくれた人みたいな。でもなんか、そう、なんか、私からしたらその初対面だから、え、どうしよう、水知らない男の人からドーナツをもらった、どうしよう、みんなで食べるみたいな。あれでも美味しかったから、一人で食べればよかったっていう。そう。
そう、でもなおさんも得意なんですよね、パウンドケーキ。あ、私はパウンドケーキしか作らないんですけど私は料理そんな好きじゃなくて、そうそう、だから一番喜んでます、料理に目覚めてくれたことなんだか助かるみたいな、助かる、やってほしいって。確かにな。そう。っていうので、やっぱこのコミュニケーションの時間が多分人って短くなればなるほど心の中に余裕ができにくくなるから、うん、そう、なんか行ったとか行ってないとかそういう問題が出てくるんだろうなぁと思って、はい、聞いたのでちょっとね、話をしてみました。ということで、一回終盤になったので、そんなつぐさんからリクエスト曲をいただきました。スパイシーチョコレートさんのずっとです。お願いします。すいません。急に見た目で出てしまった。いい、大丈夫ですよ。さすが。ねえ、でもすごいですね。台所にも立たなかった人が。そうなんですよ。そういう問題ですね。本当ですよね。そうなの。しかもお菓子作りから入ったのがすごい不思議で、確かにご飯も、まあ、作れるようになったらレシピ見ればできるってなったから、ね、好きなものは作ったりするんですけど、お菓子が最初だった、お菓子が最初だったんですよ、最初スコーンで、なんでまた最初スコーンだったんですか、わかんないですよ、なんかあるんですか、なんか本人の中で、もうそしたら結構いろんなものレシピ見たら何でもあるから今、うん、作るようになったんですけど、そう、最初スコーンで、その後、ドーナツ。で最近ちょっと今、仕事復帰したばっかだから、ちょっと余裕なくなってて、最近作ってないんですけど、なんかやっぱだんだんこだわり始めるんですよ。米粉で作りたいとか。スコーンは難しいからドーナツになってるとか。ああ、確かに確かに。めっちゃ美味しい、あれ。しかも焼きドーナツだから、うん、なんだろう、ヘルシー。うん、あ、そうそう。揚げないから。油で使わない。グルテンフリーのドーナツ、そうそうそうなんですよ、それを推しであーポソを作りそうそう、あ、ムサシさんがコメント来てる、読んであげよう、読まなきゃ、そうっていう話、レシピ私には経典仏典みたいの呪文みたいな確かにな、レシピ、あ、そうね。そうなんです。みんな受けてみたらいいと思います。アクセスバース。変わりますよ。変わる、変わる。私も多分、なんかできない、自分で稼げないと思ってたタイプなんで。そうそう。で、多分他の人の受けて、まあ、お金のブロック外してもらったから、行動がいけたかも、みたいな。お金のところで反応出る人多いです。やっぱ日本人特有なのか。あ、そうなんです。そうそう。でもアクセスバーズって意外と世界のね。あ、そうです。発祥多分アメリカか海外だったと思います。アクセスバーズは。レイキはなんか日本で聞いたんですけど。なるほど。じゃあちょっと曲。はい。下げてあれしていいですよ。はい、お願いします。じゃあ行きますね。はい、お届けした曲はスパイシーチョコレート、フィート、これフィートなのか、ティーとハンくんさんのずっとでした。つぐさんありがとうございます。聞いてるかな？聞いてないね。めちゃくちゃコメント来てくる。ありがとうございます。呼んでいきます。ムサシさんからですね、トニーさん、ゲストのナオさん、マナミンさん、こんばんは、シャイ、ラジオの収録、生配信、お疲れ様です。そして、タカモさんから、さっきに、ツグさんが、レシピをこだわってるっていうね、話をしてたので、レシピ、私には、経典、仏典みたいなもんです。あたかたづけなら大丈夫。なるほど。じゃあ、ツグさんが作ったものを、タカモさんが、ぜひ、買ってほしいです。そのままなんで、いつも。あ、やっぱ後片付けは苦手私もです。セットでぜひ。あー、そう、っていう感じです。そう。いや、でもすごいなー。ね、なんかでも、そうなんですよね。なかなかね、育休って何のために取るのかっていうのを、ちゃんと理解できてたら、すっごいね、会社も、
お家も楽になるだろうなっていう、うん、そうって思います。そう、うん、でも私育休ってなんか別に育児だけしなくてもいいかなってすごい思ってて、うん、なんか私は3人子供産んで1人目の時は会社員だったので、うん、育休入ってってなったんですけど、うん、で女性ってそういう方多いだと思うんですよ、まあまあ、2人とか産んでたら会社に入って1回育休入って復帰する、うん、でも旦那って新卒で入ってずっと働いて、うん、同じ会社にいるんですよ十何年と同じ場所にいて、うん、だからこの長期で休むって経験を大人になってしてないんですよ、うん、あなんか女性同士だと当たり前、子供を持ってるママ友と話するとやっぱ育休があるからそういう話があるけ ど男の人ってそういう経験してる人がまずいない、あとってもすごいとこだと1日とか2日で育休みたいなとかもあるらしくて、あ3週間取れたら多いよねみたいな、だから半年なんてもうすごすぎるみたいな感じで言われるから、なんかこの長期的に休みを取るってことは会社から離れられるから、あなんか会社が全てじゃないじゃないですか今って。そうですね、でも男の人ってそう、そこだけにとらわれてるから、うん、ある意味そこから離れられるチャンスだから、なんだろう、自分の、うん、品棚だったらこういう足つぼも取ったから、うん、イベントにいっぱい出てみるとか、普通の平日だとできなかった、まあ、イベントに出てみるとかっていうのもやってたので、私はそういうのもすごい良かったなって思いました。確かになんか日本ってあれですもんね、もう働くのが美学みたいな、なんか勤めるのが美学みたいな部分があるなって思って、うんうん、そう高野さんが共働きが生まれたからではそうなんですよね、やっぱ、うん、なんていうかな、このこれ放送禁止にならんかな、なんかなんていうかな、共働きしないとなんか安定した収入にならないっていう、うん、だから制度がまだちょっと薄かったり緩かったりっていう部分があるのかなって思います。そうそうなんですよね、やっぱ沖縄ってのもあるから収入が、うん、低いっていう。だけど多分私もそのなんか一人なんですけど、まあパートしながら自分のやりたいことやるっていうので、まあ、プラスアルファそのなんていうかな、その自分のやりたいことに関しては自分が動けばその分ね働けるから、うん、なんだろう、設定された金額じゃないお金がプラスアルファで入ってくるっていうのが、うん、そうそう、これはいいなって思ってるので、そう、だからみんなに動けってしょっちゅう言ってる。もう考えるなよ、みたいな。うん、自分は考えるけど、みたいな。周りには。周りには、みたいな。そうそうそう。っていう。うん、そうなんですよね。やっぱ、共働き、でも結婚したら私は専業主婦がいいな。専業主婦も結構辛いです。あ専業主婦も長かったので、私。はい、なんだろう。どういうところが、ちなみに。一番は、やっぱ人と会えなくなる、コミュニティの場所にもよるんですけど、普通に働いてたのを辞めての専業主婦になった時って、周りみんな働いてるんですよ。うん、ママ、友達も、子供生まれた友達も働いてるし、ね、子供生まれてない友達も働いてるから、平日会う人がいないから、ずっと子供なんですよ。なるほど。大人と喋りたいみたいな。なるほど。っていう感じになる、ちょっと。あでも、コミュニティを最初に作っとけば、確かに。会える人がいたりとか、うんうんうん、なんか、例えば平日は仕事がない人とか、うん、自由に時間使ってる人がいたら、うん、もしかしたら変わるかもしれないんですけど、確かに。多分大体の一般的な人は、そうですね、会わなくなっちゃうんですよ。ああ、そっか、それで、殻に閉じこもって、産後うつとかそういうやつになっちゃうのか。で、あと収入がないっていうのに、この常識的なところの、うん、そうかそうか、なんか、劣等感みたいなのを抱きやすくなって、別に悪いことじゃないのに。確かに、そこに下に下っちゃうから、そうそう、波が下に行くからか。なるほど、そういうことか。そう。もう、不思議だ。そうなんですよ。意外と自由そうで自由じゃなかったりもするので、その子もやっぱ動かないと変わらないっていうのか一緒かなと思います。まあ、その、私のためのこの専業主婦っていうのは、雇われの身じゃなくて、自分のこの ISD で動きながらのっていう。うん、そうそう。そうか、自営をしてるっていう意識で、そうそうそう。やった方が、
大人のコミュニティもあるので、確かに確かに、でも育児のコミュニティもあるし、幅はすごい広がると思います。そう、だからもう超おすすめ、 ISD もおすすめだし、この自分で何かやるっていうのはめっちゃおすすめ。なんか自分のその熱中できること一つさえね、うんうん、持っとけば、うん、なんか気晴らしにもなるかなみたいな思ったり、うん、コミュニティの大切さはすごい感じます。そう、何か学べばそこに人と出会えるので、そう、 そう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 、なんかきっかけ、口実、うん、仲間ができるのはすごく大きいかもしれないです、ね、よかった。そうという感じで、先週もアナウンスしたんですけど、今週もアナウンスしていきたいと思います。なんだっけ、あ、そっか、8月の22日、ニジチュラマルシェ、伊佐公民館で12時から19時の間で、ISD 個性心理学とにアートニーが出てます。で、8月27日の火曜日、こっちアナウンサーと、さっきの旦那さん、すぐさんが出てます。ビューティーイベント、ブルメリア。産業支援センター、これ沖縄市のパヤオの隣でやってます。足つぼとナオーバーズ、そしてナオーバーズ、ナオーバーズもできるし、注意整体でも出てます。そう、めっちゃ注意整体気持ちいいというかそう、もう肩こりっていうか頭痛がめっちゃ良くなったので、頭痛がきついなっていう人はぜひ8月27日、うん、沖縄市に遊びに行ってみてはいかがでしょうか。お待ちしてます。はい、っていう感じですはい、今にもお時間にね、はい、すごい、なんか毎回ゲスト呼んで思うけど早い早い、なんか喋り出すとね早い。おなんかかっちゃんさんから頑張っちゃっていいかな、はい、ありがとうございます。この番組には初めてですかね。そう、かっちゃんさんありがとうございます。そう、こんばんはちょいで、こんばんちょいで大丈夫です、ありがとうございます。そう、で、どうでしたかなんか2回目の30分前にも聞いたかもしれないけどそう、あっという間ですね、本当に。そう、緊張してた割には時間があっという間に過ぎたって感じです。そう、でもこれなんか30分だとなんか足りないかなって思うけど、1時間でも足りなくなるので、うん、そう、30分枠を2回取るのが私はめっちゃおすすめ。なるほど、やれってことですかあの、償うで。償うで。夫婦で。夫婦で、ぜひ。そう、今、なんか、せっかく、その、なんだろう、今、同じじゃん、若干違うけど、その、イベント出たりとか、その自営とか、その共通認識がある夫婦で、共感できることを、誰かに伝えられるのっていいことだと思うので、うん、そう。別に FM 沖縄じゃなくても、この前話した、FM スタンドとか。そうですね。そうそうそう。うんうん、で、なんか、話していけば、絶対、会ができるなと思って。確かに。せっかくなら。ね。ぜひ。ちょっと始めたいと思います。そう。夫婦で一緒にっていうのが、多分、その、なんだろう、子育てしてる、うん、夫婦、特に奥さんとかに響くかなと思って。確かに。そうですね。この経験が何かのお役に立てるなら。そうそうそう。絶対いいと思います。私はもう一人だから、ただ喋りたいこと喋るみたいな。っていう番組になっています。そう。3週連続ゲストだったけど、めっちゃ面白かった。はい。ね、あっという間にやっぱ、そう。早いですね。早かった。そう。なんか、まなみんさんに全部知らない人をただただ、なんで紹介していくみたいな。面白いです。なんか、いろんな方が毎回いらっしゃるので。うん、そう。よかった。とりあえず、多分、来週から一旦一人で。はい。多分、落ち着いて。落ち着いて。ゲスト落ち着いて。で、やっていこうと思います。そう。これ、実はおばあちゃんが聞いてくれてて。あー。そう。おばあちゃんが聞いててくれて、夜中の1時半に、聞いたよって LINE が来るんです。すごい。そうそうそう。なので、はい。来週はちゃんと喋るね、おばあちゃん。待っててね。はい。ということで、こういう感じでお届けしていきました。はい、じゃあ、なおさんまた遊びに来てください。はい、ぜひ。今度は、つぐさんも。そうですね、今度。つぐバージョンも。つぐバージョンも。ぜひ。止まらなさそう。あっちも喋り倒しそう。ぜひお待ちしております。ということで今週も
ありがとうございました。この時間は、トニーと、ナオと、ミキサーのまなみでした。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあねー。で1分はい、あまあでもこれくらいだったら全然、あ、今朝終わりますね。